と子爵は、イギリスの子爵位、連合王国貴族。チェルムスフォードのほか、チェルムスファードと表記されることもある。1858年創設のチェルムスフォード、男爵位を前身とし、第3代チェルムスフォード男爵フレデリック・セシジャーが1921年に、調されたのに始まる。インド総督を務めた初代チェルムスフォード子爵。 フレデリック・セシジャー法律家で保守党の庶民委員議員だったフレデリック・セシジャーは3度のダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリー内閣で法務総裁や大法官を務めた。当時大法官は貴族委員議長を兼ねていたため、最初の大法官就任の際の1858年3月1日にエセックス州におけるチェルムス・フォードのチェルムス・フォード、男爵に助せられた。 その息子の第二代チェルムス・フォード男爵、フレデリック・セシジャーは、陸軍軍人となり、1879年に、大英帝国植民地南アフリカで、ズールー戦争の指揮を取り、ズールー王国を征服したことで知られる。その息子の、第三代チェルムス・フォード男爵、フレデリック・セシジャーが、初代チェルムス・フォード子爵に除される人物である。 彼は1916年から1921年にかけてインド総督を務めたが過酷な強圧統治を行ったためインド人の民心をイギリス支配から離反させた。しかし総督を務めた功績により帰国後の1921年6月3日にはエセックス州におけるチェルムス・フォードのチェルムス・フォード支社区に助せられた。これがチェルムス・フォード支社区の創始となる。 現在の当主は、初代子爵区の彦にあたる、第四代チェルムス・フォード子爵区フレデリック・セシジャーである。現当主の、第四代チェルムス・フォード子爵区フレデリック・セシジャーは、以下の尺位を保有している。ありがとうございます。